はい、ピースケです。ゆかナイン続きやっていきたいと思います。ということで、もう3月なので、まあ待望のね、新入生がもうすぐやってくるということで、頑張ってやっていきましょうって感じですね。お願いします。ホワイトドイ、テンションが上がる、効率が上がる。まあそこそこ、まあ育っては来たので、まあなんとか頑張ってほしいなとは思ってるんですけど、抱くとこ変えるか。あ、 C まで行ったのね。あんたも変化球磨く？つみちゃんはスタミナでも上げるか。はい、キャッチャー D なんだね。7のくんだか7のくんだか、7のくんだね。の方がちょっと有望。まあでも入ってくんだよな、おそらく。もう入ってくる前提で考えちゃってるけど。いいっすね。でもスカウトキャラ計算に入れながら、あの新入部員ね、ある程度誰が入ってくるって計算入れながらできるのは結構いいですよね。とは思います。はい。お、マス来たよ。よし。いや、マジ来年は本当に。行きましょう。お、偉いよ、有望株。まあだからキャッチャー、まあ今のうちにポジション変えるっていう選択もあるよね。ああいういい特能をゲットした子は。どっか、あの、入れそうなポジションあると思うので。うん。よし、来い。山内、斎藤。斎藤さんでもそんなに、まだ、いいものないんだよね。奪三振、奪三振取れるかな。内角とかでもいいんだけどな。緩急、内角、この辺が欲しい。威圧感は先発だからちょっと無理でしょ。奪三振で、お、いいですよ。お、やった。神神。今作割と成功しやすい、もしかして。はい、4月になりました。入るかな、もう新入部員。いやー楽しみ。いい感じにはなってきてるよね。悪くないでしょ。デシュ悪くないデシュってなんだ。パワー B までは来てる。まあ、結構打撃力がね、上がってるとは思うんで。うんうん。でもこの辺もう卒業なんだな。来年見据えてやんないとな。そうっすね。もう、ここまで来たら、もうちょっと、新入生考えないといけないので、新入生っていうかね、次の世代ね、ちょっとうまいことやりましょう。はい、成績はいかに。あ、まだか、入学式まだだった気が早い。
はい、来ますよ。どうしようかな、無理か。さあ来るか、新入部員待ってますよ。3人スカウトした、あの3人がどうなんでしょう。7人ですね。はい、まあ、とりあえずこのまま行きますか。お、3人とも来たんじゃないこれ。すげえカーブだな。転生関係はなしと。ピッチャー弱いかな。この子ちょっと頑張って育てたいけど。はあはあはあ。うん、でも守備面はいいですね。守備面いいですね。はあはあはあ。結構守備系が多いのかな、勧誘した子たちは。うち打撃型のチームですけど大丈夫ですか。顔変えよう。ああ、いいんじゃない。ああ、いいんじゃない。ダルビ顔が多い。ああ、いいんじゃない。なんかこいつはこのままで良さそうな気がする。イケメンだな。イケメン打ち機。はい、行きましょう。よろしくお願いします。いやでもスカウト来てくれてよかった。あ、新マネ来ました。もしかしてマネ卒業？一応打撃重視でいきます、しばらくね。肉まん。でそろそろあれよね、 OB とかも来だす頃ではあるよね。進化上がった。誰が？ざま。お、いいですね。勉強する子は好きよ。お、いいですね。不良グループ多いな、この辺。不良グループ多くない？スケジュール見直します。微妙いな。ボランティア。評判マジ大事だから。お、いいですよ。不良が多い。不良が多いんじゃ。いやマジでやばい、怖いんだけど。確かに不良多かったけどさ、中学生時代、高校だけどさ。高校も割と先輩世代はヤンキーだったかな、割とっていう気はしますね。野菜がある。野菜ご揚げだよね。野菜とか魚とか。お好みのスケジュール、お好みのスケジュール、いける方行くか。変わらずご揚げ来い。あ、おますがあるね。分かんなかった。そうですね、勉強します。
で、玉も3年生だもんな。斉藤さんは来年までいいんだ。ランさんがカーブえぐいんだよね。対左弱いのめっちゃ怖いんだけどさ。じゃあコントロールを磨いといてもらって、どうしようかな。もうここまで来たらもう何もないので、朝原くんすぐ使えそう。普通に意外性だと打てるしね。意外性あれば打てんのか。いいな、お前もう全部パワー。トー君は打ち気なのね。それはダンドゥをあげよう。先生ももう終わりなので、もうずっとパワー。ニート。こいつ新入生か。もうだいぶ上がってんので打撃。でいいと思うんだよね。のもっちゃんがなんか場所なくなったな。場所なくなっちゃったから足。ダイソーとかにするかな。こいつ新入生か。新入生強めだな結構。五十嵐で、君は普通の新入生。普通の新入生は走塁であげていいかな。はい、おっと、だからいじめちゃダメだっつってんでしょ。推薦しましょう。おっとっとっと、朝原で51でいっか。あーでも子供の日行きたいんだよな。スケジュール変更手帳見直しもできると。なんもねえ子供の日なんもないんだっけ。いろいろ試してる段階なんで、ちょっとすいませんね。弾道どうしよう。お食事して、ちょっと下級生あげてきます。どうしよっかな。こいつでいっか。パワーヒありだな。パワーヒが来れば一気になんか見出せる。あーダメか。素振りからのなんかくださいだな。肉欲しいっすね。肉もらいまーす。肉じゃねえこれこれは肉じゃねえ。ちょっと微妙ですね。機材くれないっけ。ちょっと肉優先で。
ほい、ダメだ。土悪くなってきちゃった。一回見直すか。微妙い。11でいいか。こっちかな。なんかいいのちょうだい。全然ない。じゃあまあ5でいっちゃいますか。お肉お、だんだん上がった。はい、難度上がった子たちから難度上がった子たちから見てあげるか。あんたはパワー、力こそパワーなんでね。どうしよう、宮沢さん、そんなもう能力上がんないでしょ。で、アンサミーと、はい、3かな。むずい。何もない。何もなさすぎてむずい。ちょっと進むかじゃ。もうちょいかかりそうね。松岡いいカーブ持ってるからなんか使えるようになってほしい。もうちょっとミートの方がいいかな。七野くんポジション変えるかな。まあ打撃能力ついてからでいいと思うんだけど、ほぼほぼ正捕手こっちだと思うんで。はいはい、あんたダイソーでいいよね。盗塁走塁 C だし結構使えるようになりそう。飛ばしはなんとか C までは上がってくれるかな。はい、えらいね、勉強して。いっちゃいましょう。おつゆです。バケツ持ってたっけ。持ってませんね。あ、土あるじゃん。
報書。逆転使った方がいいかな。大丈夫かな。いいの弾けることを信じて。それはありがたい。メンテキットないのでね、耐久度マネージャーが上げるのがいいような気はしてる。知らんけど。お、偉い。試験。お、マスありますね。ダマが進化伸びてます、だいぶ。おっと、あ、でも結構、あ、でも2人か。これってさ、この先も変わる？あー、もう真ん中一択だな。5で真ん中で。おめえ、合宿やるに決まってんでしょう。お、シュート上がった。通知。これは2位いっといた方が確実かな。あ、オーダース了解です。ザマ、ザマも3年だからいいや。朝原かな。安倍比いいじゃないですか。いってらっしゃい。頑張ってる。来い。眉毛。ああ。眉毛パワーが。あ、抽選が。あ、羽生高校マジで。羽生高校強かった気がするな。負けたとこだよね。負けたとこよね。オーダーを組んで終わろう今日は。じゃあ、あれ、あんた入った方がいいよ。あの、入るとこないのかな。ここじゃね。野本ごく普通か。じゃあいいや。お、パワー B になったじゃん、えらい。これどっちだろうね。いや、俺山内は3番な気がするんだよね。朝原出してもいいんだよな、全然。キャッチャーで。まあ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 、さすがにだと思うけど。うん、まあ、ただもう部員がもう圧倒的に増えたので、最大要員君と。君チャンス弱いな。とりあえず守備かな、この2人は。はい、という感じで、いや、今年は頑張っていきたいって感じでいきましょう。いや、今カレンがちらっと見えて、ちょっと、はい、気にしない。俺なんだけどね、俺なんだけどね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と
高評価お待ちしております。皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。